教会内部の祭壇と飾り廃棄聖ドミニコ教会は16世紀後半のバロック様式の教会でありカトリックマカオ教区の教区教会であるマカオの半島部にあり民生総始大老にほど近い聖ドミニコを広場に面している1587年に完成し3人のスペイン人ドミニコ会聖職者によって監督された修繕と再建により 現在の構造は17世紀前半のものである。教会はマカオ歴史地区としてユネスコ世界遺産に登録されている29の場所のうちの一つでもある。教会は1587年にメキシコのアカプルコからやってきた3人のスペイン人、ドミニコ海聖職者によって設立された。1644年、イベリア連合王国の解体によって、 ポルトガル側の元に残ろうとする植民地マカオの考えに対抗して、スペイン国王側の人物が起こった民衆から逃れて、来た人々を探しに、教会内へと入り、暴力の舞台となった。ミザが行われている間、彼は祭壇のもとで即座に殺害された。63年の後、1707年、天礼論争に対して、ドミニコ会は教皇を重んじる側についた。これは、 マカオ司教の考え方とは違い、その後彼らは波紋となった。この決定を後押しするため教会へと送り込まれた兵士に対し、修道士たちは3日間教会を閉鎖し、彼らを追い払おうと鍵をかけたとされる。中国における最初のポルトガル語の新聞である A. アベラダ・チャイナは1822年9月12日に教会で発行された。1834年に、 修道士がいなくなり、政府によって収容された教会は閉鎖され、一般人の作業場と化した。しかし、後に再び開かれ、ポルトガル本土から多くの宗教画が送られることとなった。1997年には改装が行われ、隣に博物館が加わった。聖ドミニコ教会はバロック様式で建設されており、設計には、 ヨーロッパとマカオの文化が融合している。教会には中国風の屋根が使用され、ドアはチークで作られている。教会の祭壇の中央には聖母子像があり、左右には木や象下を掘って作られた数人の聖人の像がある。宝物宗教美術館は1997年の改装の際に設置され、首脳の内部に存在する。およそ300点の宗教画や、 工芸品を収容している。ありがとうございます。